おはようございます。おはようございます。今日は私が気になっているイエールさんという会社に会社訪問をしていきたいと思います。イエールさんは何をするかより誰とするかっていう経営理念を掲げていらっしゃって、人がめっちゃあったかいとか人がめっちゃいいって聞いたんですけど、実際それが本当なのかどうか今日調査していこうと思います。イエール株式会社は2016年に創業し、応援し合う地球へ、チェーンオブイエールをビジョンに、夢のマイホーム購入の要となる住宅ローンビジネスを展開する住宅ローンテックベンチャーです。メインビジネスであるイエール段取りは、住宅・不動産会社の業務削減及び売上増加といった事業成長を応援する国内ナンバーワンの住宅ローン業務支援システムです。2022年ホワイト企業大賞大賞を受賞、働きがいのある企業ランキングに5年連続ランクイン、従業員数348名の急成長ベンチャー。じゃあ行ってきます。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。お待ちしてました。関西大学3年の西尾里奈です。はい、イエールの、はい、すいません、イエールの木村と申します。よろしくお願いします。はい、ではせっかく来ていただいたので、弊社をご紹介させていただきたいと思うんですけども、早速入っていただいて一番見てもらいたいのが、上見ていただいて電球が丸くあると思うんですけど、私たちがチェーンオブエール、応援し合う地球を作っていくっていう、こう地球をコンセプトにしているので、その地球の丸さを表現しているっていうのと、あとは応援の連鎖をつなげていくっていうところで、こうつなげるっていう意味で円を描いていきたいというので、この丸いということに対してすごいこだわりを持ってこのオフィスを設計をしました。そういうところにもそれが現れているんですね。そうなんですよ。でまず入っていただいて一番大事に見える部分にはなるんですけども、こちらのチェーンオブエールというところなんです、私たちが大事にしているビジョンをここに大きく掲げさせていただいています。一番奥に私たちがどうしてこういうビジョンを掲げて、応援をしていこうと考えているかっていうのを、みんなに見てもらいたいなと、知ってもらいたいというところで、記載をさせてもらってます。すごい、はい、なんかこの中でも一番特に大事にしてるワードとかってありますか？そうですね、一番大事にしているのはやっぱり応援という単語です。言葉になりますね、やっぱり私たちが大事にしているのは、応援し合う地球を作っていきたいっていうのがビジョンになっていて、でそこからつながっていくのがミッションで、じゃあその応援し合う地球を作るためには、まず私たちが人を応援していきたいよねっていうところ、人を応援していって、その私たちが応援したい人たちが周りの人を応援していって、それがチェーンのようにつながっていく、それが先ほど見ていただいたチェーンオブエールというところになるんですね。はい、ありがとうございます、はい、でもう一つこだわりポイントがありまして、私たちが大事にしている18個の価値観っていうのがあるんですね。でその価値観を覚えてほしいなと思っていて、普段から接するというか見る機会を増やしていきたいなというところで、こういった形で会議室にもうちの価値観バリをですね入れ込ませていただいてます。来ていただいた方にこれなんですかっていう会話のきっかけになってくれたら嬉しいなっていうのもあって、ここの会議室にこういった特徴的なことをやっているっていう形になってます。面白いですね、はい、ではお次にご案内するのがですね、会社のこうリフレッシュルームでサンと呼ばれてます。太陽のサンですね、はい、そちらにご案内させていただきます。はい、卓球室。そうなんですよ、実はですね、卓球台が併設されてまして、ありまくり構成の一つなんですちなみに、私卓球ちょっと得意なんですけど、やらせてもらうとかってできますか？結構それで言うと、うちの手だれが今やってるんで、もしかしたら、うちの部の方が強いかもしれないですけど、ちょっとチャレンジしてみます はい、いいですか？ぜひやってみましょう。構成の一つで、入社してもらった時にですね、必ず、中途採用の皆さんも、新卒の皆さんも研修を受けるんですけども、その研修の一つにイエールらしい福利厚生を考えるっていうのが、あるんですね。でその、研修の一つで、コミュニケーションを生んでいきたいっていうのと、あとはやっぱりこうスポーツで体を動かして健康になっていこうっていうのを元に、この
卓球が生まれたわけです、はい、そのクリコマスが叶ったというところでみんな健康になりましたね。はい、はい、ご覧の通りで帰った82個ある福利厚生の中で一番どれが好きですか？弊社で人類ベジリスト計画っていうのがありまして、野菜を食べて健康的になりましょうということで、月に1回ぐらいからまでの野菜のみの食事を福利厚生で補助しますよっていう制度があるので、この活用率結構この会社高いんじゃないかなと思ってます。面白いですね。はい、私はですねサプライズ休暇がで、サプライズ休暇っていうのは自分の誕生日とか奥さんとか、まあ、家族ですね、まあ、誕生日の日に、まあ、半休か全休か、まあ、いずれにしても休みが取れるっていう制度で、ちなみに今月は奥さんの誕生日なので、はい、来週休み取ってあって京都に行こうかなと思っています。いいですね福利厚生があるって知ったんですけど、はい、なんでそんなにたくさん福利厚生があるんですか？そうですね、今全部でさっきお伝えしたんですけど82個福利厚生があるんですけど、なんかできた背景としましては、うちの代表が社員が大好き でやるんだったらみんなが楽しくやってほしいだったり、不安に思う人たちもたくさんいるだろうなっていう中で、一つの安心材料で福利厚生がたくさんあるっていうのはいいよねっていうので、創業当時からもう月に1個新しい福利厚生を入れるっていうのを代表が言っていて、今もそれをずっと続けているっていうところで増えてきたんですね。でもう一つ、私たちのこう経営理念みたいなお話になってくるんですけど、私たちのこう経営理念が何をするかで誰とするかっていう話 でそこに基づく3つの経営手法があるんですね。そのうちの一つに社員ファースト経営っていうのがあるんですが、私たちが幸せでない、社員が幸せでないと応援の連鎖を生んでいくっていうことは難しいんじゃないかなというふうに考えてるんですね。まずは社員たちがハッピーであることっていうのを大事にしたいっていう、その社員ファースト、その次に社員の周りの人たち、もしくはお客様クライアント先が幸せになってもらえるようにつながっていけばいいなっていうところで、まずは社員を大事にするっていうことを大事にしています。じゃあもうその経営理念をもう実現する手段としてたくさん福利厚生があるんですね。そういうことです、はい、素敵です。そうなんです。こちらが今みんな全社員が働いている人になっております、はい、でこのこだわりポイントとして、まず一つはやっぱり業務をするにおいて働き出社したくなる会社、仕事がしたくなる環境というのが大事かなと思って、一人に一つ必ずモニターをつけるようにしてます。全員にパソコンが付与されてるんですけど、それと別にモニターをつけてより業務が効率化できるように働きやすいっていうのをちょっと大事にしているというのと、もう一つ2つ目がですね、社長との距離感というのをすごく意識していて、社長室はですね全てガラス張りになっていて、社長が今どこで何してるかっていうのが全て見れるような形になっています。もう丸見えですね、作業してるところが丸見えですね。これはうちの社長室になってます。奥に、はい、聞こえない、あー聞こえてるじゃないですかこんな感じでですね、ガラス越しでコミュニケーションが取れるっていうのがうちの良さです、はい、会議とかがないときは社長室のドア開けといてくれるんですよね。そういうときはいつ入ってもいいよっていうタイミングなんで、トントン福田さんっ て話しかけていったりします。はい、全部が見えるんですよ。全部見えてますに自己紹介をお願いします。はい、イエル株式会社の牧内と申します。10月で1年と3ヶ月になります。で前職は地方銀行で住宅ローンの営業をしていて、今もここでは住宅ローン業務に携わってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。住宅ローンの業務って具体的にどういうことをされるんですか？はい、私は、弊社のイエル段取りっていうアプリを使って、お客様の基本的にはチャットのやり取りをさせていただいて、お客様の情報を聞いた上で、その人がローンを買えるかどうかとかを確認しながら、お客様に最適な住宅ローンを提案するっていう業務をやってます。
入社理由を教えていただいてもいいですか？はい、前職の時にまあ、朝の時間で日経新聞を読む時間があったんですね。でその時にイエールの記事を見つけて、とにかく楽しそうだなっていうのが伝わってきて、で実際に、面接をする中でも面接の人事の人とか社長の久保田さんとかと面接をしてお話しする中で、本当にこの人たちと一緒に働きたいなっていうふうに思って入社を決めました。もうみんなで協力し合いながら常に楽しくやってるので、本当に毎日、はい、楽しく仕事させてもらってます。イエールに入ってよかったなって思うところはありますか？はい、はい、もう本当にさっきも言ったんですけど、とにかく毎日がめちゃくちゃ楽しいところですかね。仕事に行く前も本当にワクワクしてて、早く仕事行きたいなって思いますし、毎日楽しいので、本当にそういったところが入社してよかったなと思います。まず自己紹介お願いします。はい、改めまして、私今年の3月に入社しました、中途の、入社しました田中明孝と申しまして、今配属している部署は新規事業立ち上げ部署で、今私の方では住宅設備保証と呼ばれる設備保証をELブランドで、不動産事業者とか住宅事業者に、展開をしていこうと、今事業計画を立てて動いているという状況でございます。それはご自身の希望でその署に配属されたっていう感じですか？そうですね、弊社チャレンジ応援制度っていう、一応福利厚生みたいな制度がありまして、それを使って自分からこういう事業立ち上げをしたいですということで、立ち上げをやりたいですという声を上げたのは自分からです。なぜイエールさんを選んだのか理由を教えていただきたいです。はい、もう完全に人ですね。私は最初サイトを見て、本当に温かそうな会社だなと思って、ただやっぱ疑うじゃないですか、サイトだけだと。実際にちゃんと自分の面接の時とか入社前に実際に会社も訪問させてもらって、弊社代表の久保田さんですね、ちゃんとお会いしてお話ができ、本当に温かい会社だなと実感できて入社することを決めましたね。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。令和5年4月1日をもって本社に入社することをここに認めます。おめでとうございます。あと半年ぐらい入社までになるんで、あと半年間で皆さんにやってほしいことだけお伝えしてですね、僕の挨拶に変えさせていただければと思うんですけども、この人好きだって思う人を見つけて、自分の好きな人との時間をですね、すごく取ってきてほしいなと。で最後に、いろんな人を応援してきてほしいなと思ってます。僕らが皆さんに求めることは、応援できる人、そして応援される人になることなんですね。でそのためには今のうちにいろんな人を、応援してきてほしいなと。そうすると、応援って何なんだろうとか、応援すると、幸せになるなとか、心が豊かになるなとか、何でもいいんで、それをこの半年間で皆さんにお願いできたらいいなと思ってます。改めて4月に一緒に働けることを楽しみにしています。本日は内定おめでとうございます。内定式お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんはどうしてイエールさんは選ばれたのか、決め手みたいなのがあれば教えていただきたいです。やりたいことを最初は重視して就活してたんですけど、イエールを受けた時に文化を大事にするっていうことにすごく惹かれて、やりたいことよりも入ってから何をするかっていうのが大事だなと思って、面接を受ける中でもとても自分の話を聞いてくれて、この会社だともうめっちゃ楽しく働けるなっていうのが感じたので入社を決めました。とにかくイエールはこう面接をしていく中ですごく人がいいし、人の夢を応援するみたいな、そういうところが、この会社って本当にそういうところに力を入れてるんだなっていうので、自分も人の夢を応援したい側にもなりたいし、される側にもなってみたいなっていうのを思ったので入社しました。もう何十社とかも見た中で、このイエールさんに出会って、もう第一志望でここっていう感じでもうバシッと決まった感じか、迷ってたりもしましたか？自分はここ行きたいっていうところが本当になくて、その時にイエール受けた時にもう感覚でここいいってビビッというセンサーが働いたっていう感じですね。なので第一志望です。ありがとうございました。来年からも頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあ何やら会議をしているようなのでちょっと入ってみたいと思います。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今は何されてるんですか？ワンオンワンをやってまして、月に1回メンバーといろいろとざっくばに話しているような感じです。具体的にはどういう内容を話されてるんですか？今まあちょっと言いにくいんですけど、はい、恋愛相談してましてまあグループ長、大野さんなんですけど、大野さんと毎週のように飲み行ってて、うん、ちょっと飲み行く機会が多すぎるっていうことで彼女からめちゃめちゃ怒られちゃってどういう対応するのがいいのかなっていうのをちょっとグループ長に相談してるっていう感じですもうじゃあ仕事のことだけじゃなくてそういうプライベートのことも。そうですね、基本的にその仕事の話はこのワンオンワンでは僕はあんまりしなくて、仕事以外で話すことがとても大事っていうところが、まあ、会社としても認識がありますし、僕もすごくやってていいなって思うんで、あえてこういう時間を取って話してます。まず皆様ありがとうございます。で、社会もですねちょっと引き続き、見させていただきますのでよろしくお願いします。関西大学3年の西尾里奈です。よろしくお願いします18号について現在制作中です。企画企画さあ、それでは始まりました。皆さんお待ちかね、企画内容エントリーナンバー1番、久保田バーサー。 TikTok は動画が完成したので、おきどきりですね、動画完成したのでご覧ください。はい、続きはぜひ TikTok でご覧ください。イエルさん、オフィス移転おめでとうございます。空が青いな。イエール産業化プロジェクトです。まず一つ考えているのが、この私が今着ているこのチナモロールの可愛い T シャツを皆さんに全員に私の自腹で配布をして、渋谷をみんなでカッポするっていうイベントを考えています。これ久保田さんに提案したんですが、却下になりました。はい、以上です。ありがとうございました。じゃあ今日は一日案内してくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうでしたか、実際にうちの会社を見てみて。たくさん見させていただいて、もう本当に皆さんもういい人なのもそうですし、仲がいいとかっていうのがめっちゃ伝わってきて、本当に行きたいなと思いました。嬉しいです。とか印象に残ったシーンないですか？はい、インタビュー、お二人にさせていただいたんですけど、うんうん、お二人とも毎日仕事に行くのが楽しみとか行きたいみたいな感じで言ってたのがめっちゃ印象的でした。なんか嬉しい嬉しい伝わりました。伝わったねじゃあ最後にぜひイエールに興味のある方にメッセージをお願いします。はい、はい、では今日は動画を視聴していただきましてありがとうございました。やっぱり働くっていうのが大変だなって思っていらっしゃる就活生の方がいると思うんですけど、僕らは働くっていうのはすごく楽しいなって思ってます。でそれは仕事が楽しいだけじゃなくて、会社が楽しいっていうことがあれば絶対会社に行きたくなると思っていて、その次に仕事が楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひ今日の動画を見ていただいて興味持っていただいた方がいればですね、ご応募いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。